はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年7月1日ですね。7月に入って一応ゲーム差 23.5 で、ホークス2位ですね。結構頑張ってますよね。サクセスチームとのゲーム差は 1.5 なので、全然まだひっくり返す数字になってると思います。で、7位と8位の差は、5ゲーム差くらいですね。で、しかも今日は、楽天戦なので、今日もちょっと勝っていきたいですね。で、サクステとの連動イベントがあってですね、パワーポイントがちょっと大量に手に入ったんで、結構ウハウハ状態ではあるんですけれどもやっぱね、まだ無駄遣いはできないので、とりあえず練習強化は、使っていこうかなと思います。練習強化ね、3つ買うだけでまあだいたい1万ポイントかかるんで、まあ、全部でね6万ポイント手に入ったんですけど、ただでなんかでも練習強化買っていくとね、すぐなくなっちゃうような気がするんで、本とかはまだとりあえず置いておいてます。でシーズンが終わったらやっぱ選手も1人覚醒させたいので、まあ、そこの分も取っておきたいなっていうのがあるので、で一応30日間なんで7、8、9、まあ、ここまでは持つかなと思いますので、まあちょっと7月に入ったので使っていきたいんですけど、使用できませんと。その30日っていうのがねもういつ使ったっけっていう感じになっちゃうんで、じゃあ楽天戦やっていきましょう。まあオーダーはこれでいいでしょう。まあピッチャーがね、まあ、普通以上であればまあ全然いいですけど、まあ不調でも変えない方針では言ってるので、パワフル対東北楽天ゴール、でも1点入れられたか。同点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で松田、この後に控えているのは栄新、第2球投げました。そうか、次は英国紳士か。スロースターターだからな、なるべく点を取っておきたいけど。次は4球目投げました。足は悪くないか、でも打てない。やられたね。バッターは DH のエイシン。もうこいつに託すしかないよ、すべてを。決まってストライク。伸びのあるストレート。一球目ストライクから第二球。アウトコース高め。際どいね。めっちゃ際どいところを攻めてくる。お、いいねいいねいいね。すごいすごいすごい。これ。おお、走るね。とりあえず追いついたか。さすがだな、英国紳士。頼れる主砲。イーグルス、この回は打順頼むぞ吉田君。吉田君防御率いくつだった？ 7 点いくつとかじゃなかった今。投げた低めボール。この人はヤマトっていう選手ですかね。投げた危ない球。おお、ちょっと次が4球目。ボールが先行してるな。投げた。まあでもね、1人目のバッターからね、ちょっとフォアボールで塁に出すっていうのはフォークボール見送ってストライクいけないみたいなんで。次は6球目クリス先輩が言ってました。クリス先輩が結局フォアボール、いきなり歩かせてしまいました。おお、やっぱ言うのか、いきなり歩かせたって。しかも走力 A じゃん。一塁牽制球を送ります、うん、そうそうそう、ちゃんとねピッチャーを見る。投げました。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ、うん、まあ、手堅く送ってきません、ね、肩大丈夫か。おい、送球それた。おお、マジか。今日ツーベースを打っている茂木、パワフル。しかもこいつに取られてんのか。チャンス B だし。これは完全なボール球。てか投げました。足2人とも速えな。1、2番両方 A か。第3球を投げました。スライダーボール。カウントは2ボール1ストライク。入らないね、ちょっと。バントした。ボールはキャッチャーの前。頼むぞ今度は。1塁へ送る。アウト。オッケーオッケーオッケー。送りバント、とりあえず1個。パワフル、なおもピンチ。ここはもうちょっと1点はしょうがないかな。お、抑えたか。すげえな。試合は後半6回に入ります。トップバッターは吉田君、まだ投げてるね。防御率7点台か。サードフライ、インローを見送ってストライク。第2球、球速がねやっぱ遅いか。カウント1ボール1ストライク。マックスで133キロだからね。投げた。3球目ストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。ここからのスライダーを入れてくるか。インコース引っ張った。おー、これ切れろ。危ない危ない危ない。ファール。さあ投球は5球目。これを外して、よし。カウント2ボール2ストライク。でそこから低めに球を投げた。うん、いいね。打った。1、2塁間のところ。おお、自分で踏むか。おお、ああいう判断ってなかなか難しいね。自分で踏むのか、ピッチャーに渡すのか。
1点差だったらね、なんとかなんとか、よしよしよし。ここで試合の流れを左右するターニングポイント、イーグルス。カリンちゃん頼むよ。ちょっとカリンちゃん最近能力がね落ち始めてきてるからね。でもまあパワーは C あるんで、あーこれを振らされてしまったか。追い込んで投げました、外れたボール。しかも今日は絶好調じゃん。2ストライク、第4球を投げました。お、狙ってきたね。スローカーブに狙いを定めたけど、ポテにはならない。おい、完全に飛び出してたな。マジか、飛び出すような場面じゃなかったと思うんだけどな。いよいよ最終回を迎えました。あ、投げてるね吉田君。今日は頑張って3打数1安打、決まったストライク、タイミング合いません。まあでも9回ね、まあまだ終わってないけど、9回2失点だったら打ちました。まあ頑張ったなっていう、さっきと似たような似たような球だけど、うちは取れないっていう。先ほどからダイソーで途中出場しています。もうそろそろ変えてもいいと思うんだけど、まだ粘るのかな。あー、この1点差か。さて今日のヒーローは勝利。いやでも吉田君も悪くはなかったっすよね。9回投げ切って2失点だから12敗。ちょっとな、負けがかさんでるな。内容はね悪くないんだけど、まあちょいちょい上がってるけど、宮内くん球速140にはしたいっすよね。で2日、もう1日1日確認してこう。疲れたしで7月って31日まであるから、次8月1日とかやればいいのかな。移動日か、あれ別に移動日ではなかったか、まだホーム戦だから。わあ、タッキーリのね、ちょっと絶不調はさすがにまずいよ。そうすると、うわー、これは厳しいな。太田くんスタミナがちょっと溜まりきってないけど、っていうか本当になんでこんな中継ぎ陣が多いんだ。先発がみんなオフになってんのか。太田くん一応絶好調だから、ちょっと回復しきってないけど投げてもらおう。おー、3対0。てかヒット10本打っておきながら1点も取れなかったのか、それも痛いな。高大くんの、守備が上がりましたと。ゲーム差がな、開く一方だな。ゆずちゃんか、ま、うちの選手の調子はみんないいみたいなんで、今日は頑張ってほしい。おー、うさぎちゃんが勝ち投手に上がってる。っていうか9回本塁打打ってるし、牧原1号が出てるね。今日の勝ちはでかいぞマジで。サヨナラホームランだったのか、しかもありがたいこっちゃ。若松くんとか球速まだ120キロ台だったんだ。ピザ守備力が D か。ピザの守備力が D になったんで、ちょっと練習を、見つめ直しましょう。そうだよな、まあ D、肩ね、どうすっかな。肩も D まで上げたところで刺せるかっていうのがあるんですよね。一応刺すためには、ね、やっぱりね C とか B とか欲しいんですけど、まあ一応ちょっと肩を D まで一回上げましょう。柳瀬くんちょっと調子が悪いけど、緊急登板はもうさせない方向でいくんで、このままいきます。うん、負けたか。英国紳士が打ってくれてるけど、全部で8点取られてんな。 OKOK、 徐々に徐々に成長していってる。で今日は移動日と。お、ホークス1位になってるね。すげえな、そう考えると。さあ今日は吉田くん、吉田くんちょっとな、勝ちにマジで恵まれないかな。ニコガミくんに負けがついたか。あー、3回に3点取ってるけど4回の裏で取り返されて、高橋圭に4号が出てますね。お、いいねいいね。やっぱり変化球を中心にまずは上げていこう。まあ先発はスタミナは必須なんで、スタミナは上げていくんですけど、やっぱ変化球はね
3欲しいっすよね、3は。せめて。太田くん。ちょっとピッチャー陣のな、調子がよろしくないな。おお、でも、ジャックスが1勝して、ジェフがセーブを上げてますね。山田くんに1号が出て、サクセスチームが1位に返り咲いたと。おお、レギュラーの座を猛アピール中のジェフ選手が覚醒しました。マジか。うわ、すっげえ。コントロールがめっちゃ上がった。11も上がってるし。これはいいね。ちょっと全体的な能力を見てみましょう。野手1軍登録。どこにいる？ジェフ、どこ？あ、いたいた。抑えか。てか、お前普通に1軍にロックしてんだけどね。いやー、でも141キロになってくれたのはでかいな。ジェフって今何練習させてたっけ？あ、スタミナか。まあ、スタミナでももういいに行ったから、いいでしょう。まあ、抑えだったらね、いいやれば多分大丈夫だと思うんで、あとはちょっとやっぱ変化球ですね。抑えなんで、まあ、3じゃなくて4あればなおいいんで、スクリューを強化しよう。まあ、1球種5あると、まあ、抑えとしてなんかこう、形になってますよね。お、今日はすげえみんなやる気がある。赤木くんが普通だけど、このやる気はちょっと勝ってほしいな。宮内くん頼むぞ。負けたか。なかなかの接戦だったな、でも。山田くん2号。最近調子いいね、山田くん。お、オールスター。2回目のファン投票結果。記録から見れるはずなので。あれ？記録のどれだっけ？これか。オールスターファン投票。守る山口、大谷、菊池、立川、武田と。中継ぎ、五十嵐、藤岡、うさぎちゃんが4位。で、サファで西野さんが抑えと。で、捕手はスッスと伏見、大野。一塁手が滝本、中田、英国紳士。英国紳士3位か。で、二塁がパピオン、本田、清峰。サードがサイガレアード、松田。で、ショートが友沢、侍、今宮。外野が柳田、長谷川、清田、糸井、森と。DH がデスパイネ、T、岡田、吉田というような感じになってますね。パリーグしか見てないけど。まあ、こうやってちょっとですね、名前をこう呼ぶことによって、記憶に留めるっていう。じゃあ今日はマリーンズ戦か。マリーンズは今4位ですね。じゃあちょっと、タッキーリの調子が悪い。けど、向こうのイーデウン死んでるぞ。死んでるけど出すのか。そこまでしてローテを守らせるの？だったらちょっと本当に今日はまずいから別の人を登板させようっていう感じになるけどね、俺だったら。それは素人考えなのか。先制のチャンスを迎えました。いいぞ、もう畳みかけろ、ここで。覚醒した男、赤木。ノーアウト2塁だよ、だって。第9ストライク。その割には結構頑張るね。第2球。148キロ出せるんだ、ゼフ長でも。ピッチャーの左へ転がした。よし、これはもう完全に大丈夫だ。おー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 おおお。記録はピッチャーのエラー。ピッチャーエラーだよ。すげえすげえすげえ、三塁まで走った。パワフル、なおもチャンスが続きます。これはもう、ピッチャーとしてはさ、これかなり痛いよね。まだノーアウトだよ。しかも、1回。さあ、追加点のチャンスにバッター、高橋。第9。チャンス F か。危ない球。いやー、これもう、第2球。かわいそうだよ、イゲウン君。こんな状態でさ、マウンドに立たされてさ。3球目ストライク。ピッチャーって1回から変わるときってどれくらい取られたら変わるんだろう。4失点くらいしちゃったらもう1回でも変えちゃうのかな。おー、いいね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 。もうこれ1回で降板させてよ。これはもう取れるときに取る。さあ、ここでとどめを刺せ、英国紳士。パワー飛行格チャンスええか。あー、これを振るのか。
追い込んでから第3球を見送ってボール。よし、よく見た。ワンボール2ストライク。投球これから4球目、ね、2点のリードがあるからずっと開いてもいいけど。ランナー1人を置いて迎えるバッターは山田。第1球、山田くんもね最近活躍してるからね。パワーが C ありますからね。第2球、弾道は4だし。2球目ストライク。いい出るんさ、もうすでにさスタミナ半分以下になってんだけど。もう一度二塁牽制球です。確か点を取られたりしてもスタミナって減るんですよね。しかも点取られるとね結構減った気がするんですよ。いけ、どうだ、ちょっと当たりが良すぎたかな。でも走るか、いいねいいね。ヒットが出れば1点追加、チャンス G か。うーん、ボール球を結構振らされますね。高橋健ならば走れるんだ。よし、ナイス、補填にはならないか。3アウトチェンジ。1回が終了しまして、パワフル追加点のチャンスです。さて、あとは投げてるか。という場面で新井、ストレートはボール。投球これから2球目。うーん、叩いたね。まあでもとりあえずは進塁だ。アウト。パワフル、なおもチャンスが続きます。さて、ここから松田、パワフル追加点のチャンスを迎え、初球打ち。ちょっと当たりが良すぎるね。やっぱり3アウトになります。三塁ランナー正面にボールが飛んじゃってる。これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは中村。今日はそういえば投げました。危ない球。こいつはちょっとやる気がないから、どこまで抑えられるか。ボールが先行してるけど投球はこれから大丈夫か。ここで全力ストレートなんて投げてコントロール。おい、あぶねど真ん中じゃん、逃げ球持ってんのに。まあ、逃げ球持っててもね、ど真ん中に行くときは行くからね、普通に。次は5球目。行きにくくなるっていうあれだから、行かないわけじゃないから。あ、これ赤木、いいねいいね。これでワンアウト。いい守備をしているよ、さすがセカンド。バッターは9番田村。まあ、ここは任せましょう。1点返されたか。ゲームは後半に入ります。バッターはバントの名手。まあまだ頑張ってますね。今日はセンターフライとセカンドゴロ。ちょっと失投が多いな。投げました。高速スライダー、ボール。はっきりしたボール。そして、ね、ボールがね先行して入るっていうところが。投げました。あれ、セーフティー。セーフティーバントだ。さあ、ボールを掴んだ。アウト。ちょっとだけ。これでワンアウト。ランナーはありません。送球が危なかったな。6番も6回も任せましょう。よし、英国紳士。高橋家いいね。という場面でロマンあふれる長距離砲エイシン。ここまで2三振といいところがありません。今日はでも活躍してないんだ。センターはストライク。第3球を投げた。真ん中ストライク。第4球を投げた。完全に外れた。ボール。大きく外れました。さて、ここからの、あ、松田さんじゃん、よく見てよ。OK、OK、OK、よく見てるよ。カウント3ボール、2ストライクです。ミートを開いてきたね。あ、これは、まあ、さすがにあのボールは振らないでしょ。バッターは5番山田。今日はまあちょっと勝負を避けた感じかな。そうすると外れたボール。でもまあ山田くんもね能力的には全然悪くないんで。タッチはセーフ。二塁はセーフ。二塁が高橋圭だからね。直球見送ってストライク。肩越しにランナー多少のヒットでも帰ってこられる可能性は高いんで。追い込んで第4球を見送ってボール。よし、今の高めのボールを振らなかったのはさあ5球目いい判断だ。打ちました。いい当たり。どうだ。おお、いいね。これは走れるっしょ。よし、さすが走るね。パワフル1点入りました。3対1。バッターは6番カリンちゃん。今日はライトフライと三振。投げた。ストレート見送ってストライク。やっぱりね、チャンス G なかなか厳しいよね。第2球投げました。打った当たり。これは打球は中間に上がった。これはいいね。チャンス返上だよ。チャンス返上だよって言うとなんか悪い意味に聞こえるけど。いや、英国選手もね前に比べれば全然足速くなってるから。そしてローズ君も今日はノリノリだから。いけ、あー、惜しい惜しい惜しい。もうちょっと早めに振ってくれれば絶対いったのにな。ウエストか。一回外してっていう感じかな。カウントは3ボール1ストライクです。ここはもう満塁策的な感じでもういいかなっていう第6球を配球かな。よし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 。センターからセカンドへ。パワフル4点差。1点追加。5対1。今日はでかいね。これもう増田さん降板でしょう。増田降板。
やっぱりな。で、三塁モーリーか。手堅く1点を取りに来たね。まあ、チャンスへのね、ミートFのパワー G だからね。打つよりは確実に塁を進めるっていう感じかな。ちょっと金森くん、いきなりの登板でリズムを崩してるかな。あー、これはフォアボール。いいね、よく選んだ。さて、炎上王サードフライ決まってストライク。初球ストライク。頼むぞ。まっすぐ見送ってストライク。バッター追い込まれました。打ち上げたらちょっとカンちゃん F だからな。 F じゃなくて E だからな。どうなんだろうな、この狭い球場でのタッチアップは。もう完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた。高め打った。でセンターどう3塁ランナーはタッチアップ。よしよしよし、ナイス。きっちり仕事をこなしてくれた。さあ、ここからマスジュン。第2球投げました。危ない球。マスジュンな、ミート C 走力 B だからな。第3球スイッチできるようにしたいんだけどな。左打ち外角低め平行カウント。でもね、ここまで来てさ、いきなり左打ちやれっていうのも無理な話だよね、現実的に。第6球を投げました。今までずっと右バッターでやってきて、低めの変化球にやられました。左打ちを取得するのはもうかなり辛いと思うんだよね。マリーズ、ダイヤ陣はさて、ローズ投げました。ここも危ない球。ノーアウトだからきっちり送ってくるか。ここは送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。あー、ダメか。送りバント失敗。パワフル、なおもチャンスが続いています。サンデーモーリー投げた。今日はよく見てるね。第2球投げた。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球はオッケー。打ちました。いい当たり。これがダメ押しの一発となるか。センターパワーだなー。すげー、当たりは良かったんだけど、パワーがな、いかんせんないからな。今日初めてのヒットになりました。行かないか、あれで。バッターは9番新井。今日4度目のバッターボックス。いくら学校とはいえ、打った。これはいい当たりだ。伸びた伸びていった。どう、これはでも取られるか。左中間深いところ、掴みました。まあ仕事はしてくれるね、今日は。いいね。さあ、いよいよ9回に。そして最後は曽根くんで仕上げると。危ない球。シュート回転の全力ストレート。お投げ。2球目ストライク。140キロ。スタミナがここまで減るとだいぶ球速落ちるね。ワンボールツーストライク。こいつクロスファイヤー持ってんだ。カーブはボール。カウントはツーボールツーストライク。やっぱね、落ちる球5っていうのがいいよね。完全なら決め球だからね。打ちました。危ない危ない。ノーマルちゃんがレフトにいるか。まあもう大丈夫でしょう。安心して任せられる。うん、OKOKOK。 今日は快勝だね。ヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。タッキーリが勝利投手、サンデーモーリが、まあ、確かにいいバッティングをしたからな。デスパイネに16号が出てますね。まあマリーンズですけど、コントロールとパワーが上がって、楽天との差も徐々には縮まってるけど、なんかマジで調子いいな。調子重視って本当に調子のいいやつを上げてくるね。いいね、英国紳士が24号25号、半端ないなこいつ。でジェフがセーブを上げてると。でゆずちゃんが待望の1勝目か。頑張ったね英国紳士って。開発するの今めっちゃいっぱいあるよね。英国紳士なら活躍できるか。作ってもアキレス腱痛からようやく治ったか。ちょっと見直すか。やっぱりね、球界の頭脳はね欲しいんですよね。メリーよって、あーそうか、打撃寄りのやつか。炎上はキャッチャー A があるからな。そうすると外野がちょっと多いのかな。どうしようかな。守備要員、守備要員は牧原か。そうだよな、ノーマルはまあ何でもできるから
峰井くん、松潤がな、やっぱ普通に足があるからな。高橋圭も足があるからな。ちょっと根っこちゃん外して、コチアを復帰させましょう。よし、 OK。 さて、早速コチア入ってるね。やっぱ球界の頭脳はでかいよな。で、先発は柳瀬と勝つね。よし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 、これも待望の1勝目か。かりんちゃんが7号。おお、抑えてるね。ヒット5本、0点、完封勝利。いいね、しかも連勝じゃん。完封勝利達成メダル。お、 1.5ゲーム差。まあ楽天とだけどね。ここに来てサクセスチームか。サクセスチームはね、なんかマジでね、勝てる気がしないですよね。もうパピヨンとかさ、絶対二塁で出てるし。出たパピヨン14号。そっか、気どころサクセスチームにいるんだ今。で、今日もサクセスチームの2回目か。いやー、マジ強いわ普通に。ホークスとかよく食らいついてるよな。何ゲーム差？まあ 1.5 ゲーム差1回ね、返したからね。すげえなこの好調軍団。お、久方のやる気がない。3立てはちょっと避けたい、頼むぞ。ダメか、パピヨンが打つね。かりんちゃんも頑張ってはくれたけど、友澤もねパワーヒッター持ってるからね。友澤の能力も化け物だからな。わあ、負け担当。もう絶対さ、1回の動画でさ、負け担当1回は怪我するよね。まあ1回どころじゃないんだけど。まあ月指だから。オールスター3回目か。あれ、オールスターって結局8月にずれ込むんだっけ、このチーム数だと。そうっすね。しかも8月の半ばだし。ちょっともう一回記録室から、3回目のオールスターファン投票。まあ、これはサクッといきましょう。そんなに変わらずかな。中継ぎが変わってるね。うちの子がいなくなっちゃったよ。で、英国紳士3位。一塁手は結構、僅差ですね。で、二塁手はダントツパピヨンと。やはりちょっとうちのチームは、英国紳士が目玉ですね。で、楽天戦、ここ勝ち越せるとでかいな。もし勝ち越せれば。あー、ジェフ負けたか。ジェフが、ゲッっていうかさ、9回の裏で4点って。満塁ホームラン打たれたのか。さよならの。悲しいな。絶対的な抑えがいないよな、そうすると。やっぱりね、結構打たれてるんですよね、9回の抑えが。ゆずちゃんと。峰井くんに4号が出て、今日は両方ともめっちゃ打ってますね。乱打戦になったのか。ミートが33。あ、ミート鍛えたいよな、英国紳士も。ミートが上がればもう絶対ホームラン数が増えるからね。で、例によって3立ては嫌だな。負けたか。また10回のサヨナラ負けしてるよ。ローズのサイン入りボールって言ってもね、一気に差が開いたな、楽天と。 4.5 ゲーム差か。吉田くんがね、本当に勝てないんですよね。14敗目。あ、ノリノリじゃなくなっちゃった、うさぎちゃんが。山田くんはもうこのままパワー型の選手にしましょう、ファーストなんで。相手の野上がめっちゃやる気ないけど、どうだ。
畳み込めないね。6点取られてんのか。3回にやばいな。楽天との差がどん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 開いていく。おジェフもちょっとノリノリじゃなくなったな。ちょっとじゃあノリノリじゃなくなった選手たちについてはロックは外します。あと抑えどうしようかな。金城もねやっぱりねこのフォークの切れ味が、まあ、切れがいいかって言われたら知らないけどフォークがね4あるんで。でも変化球2種類あった方がいいのかな。もうちょっとジェフで様子を見ますか。抑えは次9回とかで打たれるようだったら変えようかな。先発は宮内くん。今何連敗、ちょっと5連敗とかになるんじゃないそろそろ。宮内球速140か。このままもう少し球速を上げていく。145くらいにしたいな。てか5上げるのって相当時間かかるよね。いや、ここに来てみんな夏バテか ?7 月24、後半に来て。ジャックスのシュートが上がったな。よしよしよし。夏バテ気味だね。マジか。今何連敗？なんかメガホン作りませんかみたいなこと言ってこないね。ファイターズ1勝10敗なんだ全然勝ててねえな。大谷11勝か。さすがだな。山田くんが結構活躍しますね。唐川そうか、まだ唐川ってロッテにいるのか。もうマイライフの唐川は確か引退した気がするんですけど。まあでもマイライフもねちょっと一旦中断はしてますけど、もう10年やってますからね。まあまた時間ができたらやっていこうとは思ってますんで。カリンちゃんが9号、ローズが3号で、これ連敗数って、あ、シラアットかノリノリになりましたね。連敗数って確か出るよね。お、負け担当がようやく怪我しにくさ F になった。これじゃなくて14連敗中か。いや、ここに来てすげえ連敗してるな。14連敗してるけど楽天とのゲーム差は5ゲーム。まあどう見るべきなのか。じゃあちょっとシラアット上げますか。ポジションは遊撃手。遊撃今1人しか登録してねえな。サンデーモリだけか。ちょっと待ってね。そうするとファーストセカンド、やっぱ外野が多いんだな。どうしようかな。牧原やる気はないけど、そうだよな、守備職持ってるから一応守備要員で入れてはおきたい。ちょっと今日を変えますか。よし、これで遊撃手は2人対戦になってるんで。遊撃手シラアット出てますね。うおー、吉田くん15敗か。ちょっと吉田くん何がいけないんだ。中川くんもノリノリになったな。ジャックスの高速スライダーが上がった。よしよしよし。これでねピッチャーはね結構強くなってると思うんですけどね。一応オールスターの最終結果が出ましたね。まあ、またサクッと見てみますか。なんか見るたびにねうちのチームの人消えてますからね。菊池、大谷が上がってきてるね。こんな感じで
一塁手消えてるし、そして誰もいなくなったって感じだな。あれこれどういう感じなの、なんか DH で英国紳士が出てるけど、どういう決め方されてんだろう、謎すぎるな。山地慎吾、うわーカリンちゃん下がったか。じゃあまあ7月31日なんで、今日の試合をやっていきましょう。タッキーリか、タッキーリはな、この前の試合でちょっと失投が多い印象があったんで、コントロールブルースタジアムです。やっぱもうちょっと上げた方がいいのかな。パワフル先制のチャンスです。さてでも、ランナー一塁三塁という場面で山口を打ち崩せるか、タイピン持ってるかな、こいつの途中まで持ってるのか。やっぱりフォークめっちゃ落ちるね山口、さすがに。ここのチャンスをなものにできればめっちゃでかいんだけど、投球これから5球目、落ちるね、すげえなあのフォーク。第6球をランナースタート、打ちました、これは内野フライ。友澤余裕があります、取ってこれで3アウトチェンジ、三塁までラパワフル先制のチャンスを迎えました。チャンスはでも作るね。初球バント、ピッチャーの左へ。うわこれはさあコースアウト。やばい、ゲッツーになった。3アウトチェンジ。うん、そうか、ちょっとピッチャー側に転がりすぎたのか。パワフルです。もう少しな三塁線のところでやってくれればよかったんだけど、外角高め際どい球、ボール、バッターよく見ました、投げました、2球目ストライク。第3球を多分もまず先頭バッターが出る、これが重要だ。ボール、カウント2ボール、いい球だ本当に。第5球投げました、打ちました、ファルボール。だから山口クラスの能力があれば結構勝ってますよね。山口って別にフォークがすごいけど、他はまあ普通っちゃ普通ですもんね。球速も150あるわけじゃないし、まあ、コントロール C のスタミナ B なんで、まあ、特段いいっていうわけでもないんで、まあ、ただねランナーが出た時にねやっぱり大金が発動するんで、それがでかいのかな。さあ4球目、さあローズ君、おお見事フォークを狙い撃ちにしたけどダメだった。ミト落下点に入った、掴みました、これでツーアウト、ランナー。やっぱ広いねここの球場、学校なんかと違って。さあ先制のチャンスを迎えました。いいね、ツーアウトランナー二塁という場面で、なんだかんだでチャンスは作ってんのか毎回。投げた、決まった、ストライク。やっぱり最近で好調な時のカーブは結構曲がりますね。カーブ2とはいえ、あれが外に出てきますからね。アウトコース低め、外れてボール、カウント3ボール2ストライク。ここからどう出てくる。投げました、これは引っ掛けた、よしよしよし。第7球を投げました、これ入れてくるか。カーブ、あーカーブか、高めのカーブか。ゲームはこれから後半6回になります。もうダメだ、バッター覚醒した、勝てる気がしない。ボール、第2球攻めて一死、投げました、打ったい当たりだ、当たりはいいけど気どころがいるし。ランナーはありません、バッターは3番。頑張ってるねこのサクセスチームの中で。パワフル大展開で迎える6回です。ツーアウトランナー二塁という場面で峰井、今日はショートフライとフォアボール、投げました、変化球ストライク。ツーアウトだからな、ちょっと長打が出ないと厳しいかな。松潤足が B だからね、ストライク。ある程度のヒットであれば帰ってこれると思うんだけど、投げた、やっぱねまず打て、流し打ち、どうだ、取りました、これで3アウト。パワフル、めっちゃ入れられてるな。この回の先頭バッターは松田、投げた、危ない球。結局山口完封させられるか、
このまま特にチャンスがなければ完封された。7安打完封か。最後2本打たれたのか。そりゃそうだよな。パワー A のパワー比降格だからね。タッキーリが9敗目か。まお金的には全然大丈夫だけど、信長の肩が C になったから、信長の肩 C あれば大丈夫でしょう。ちょっと打撃を強化しましょう。吉見、メヒア、菊池、まず練習で起用に行っちゃったけど、さてさてさて、肩 C あれば大丈夫だけど、どうしようかな。守備 E 欲しいな。いくらサードとはいえ、うん、守備を一回 E に持ってくか。守備連だな。で補給もまあ E になれば打撃面を鍛えていけるかな。よし、ちょっとこれでやりましょう。で今は、楽天とは7ゲーム差か。ジャックスが25歳の誕生日おめでとうございます、ジャックスさん。で16連敗中という感じですね。かなりちょっと今回の回に関しては連敗続きになってましたけれども、また次回8月のところからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。